しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。12月26日平成23年最後のしゃべくり松代は、私マガリオの担当でお送りいたします。今日は雪景色の朝となりました松代です。ちらちらと雪が舞って、とても寒い一日になりました。外は寒いのですが、毎回ホットな情報をお伝えしておりますしゃべくり松代。今日はエコールド松代クラブのアンサンブルザコト戦歌の活動をご紹介いたします。ゲストはアンサンブルザコト戦歌の指導者の内田清子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。2004年に始まりましたエコールド松代という観光戦略の中で、エコールド松代クラブが重要な役割を果たしてまいりました。文化財を活用して、自分たちが得意とする分野でおもてなしや、交流活動をするというエコールドクラブの各戦歌ですが、それではアンサンブルザコトの皆さんはどんな活動をされてきたのか、今日はお話をいただきます。それではまずアンサンブルザコト戦歌、皆さんが戦歌として活動することになったあの理由とちょっとお話しいただきたいと思います。はい、最初エコールドっていう言葉が、私どもにちょっと言葉が分からなかったんですけれども、はい、友人がちょうどエコールドに関係しておりまして、お茶を出ししたり、いろんなイベントに裏方としてお手伝いするのもエコールドだと、そういうことを考えまして、じゃあ私どもにもお茶もお出しできるし、演奏をして、ね、観光客の方に楽しんでいただくのもできるんじゃないかなということが最初のきっかけです。そうですか。はい、今どんな方たちが活動してられるんでしょうか。はいはい、今のメンバーは、まあ、若い方は少ないんですが、はい、子育ての終わった主婦の方とか、はい、職場を定年退職された男性2名おりますね。はい、そうですか。結構年配の方増えて柔軟におります。はい、そうですか。はい、確か私も時々聞かせていただくんですけれども、はい、男性の皆さんもちゃんと紋付き袴で ね、清掃でいつもお琴を弾いておられて、すごいなと思って、はいはい、聞かせていただいてました。でお琴は私どもこう古典的な曲ばっかりをこう想像するんですけれども、はい、なんかいろいろな曲にも取り組んでおられますね。はい、もう基本はやはり古典なんですけれども、はい、それだけでも今の方に通じないので、はい、例えば松代の作曲家萱沼稔先生の童謡とか、はい、そんなものもお聴きいただきたいなと思ってやっております。そうですか。はい、はい、それでは、演奏のをお聴きいただきながらまたお話を聞いていただきたいと思いますが、はい、まず演奏していただく曲をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、今回は、ショーライフと、名曲6段の調べを合奏なんですけれども、ショーライフは、松に吹く風を、まあ、波の音に見立てた、そういうイメージの曲を私どもの初代家元が作曲しました。それが八橋兼業の名曲中の名曲6段と合奏できるようになっておりまして、これを選んだ理由といいますと、ちょうど松代城主のイメージがありましたので、はい、今回それを弾かせていただきます。はい、それではお聴きいただきましょう。内田先生とそれと久保田智子さんが、はいはい、弾いています。
それでは演奏を聴いていただきながら少しおもてなし活動について伺いたいと思います、はいはい、こちらの写真をご覧いただけますでしょうか。はい、これは今年の6月に北信越の市長さんたちが長野市に集まられて総会を開いた、その時に国際21で、おもてなしで引かれたわけですね。はい、はい、いかがでしたか。はい、私どもはいつもステージの上で弾くことはあるんですけれども、はいはい、同じフロアでお客様と同じフロアで弾くのはあまりないんですが、さすがにそれぞれのトップの、はい、市長さん方ですね、はい、よく聞いていただけまして。そうですか、はい、よかったです、はい、それとあれですね、秋にも先日、つい先日ですかね、はい、長野市の姉妹都市の石化総司からね、はい、お客様がお見えになりまして、ぜひおことということで、はい、私どもきなさの喜女もみじ太鼓を2つがね、出演させていただきました。はい、で中国がことは中国がルーツで、はいはい、日本はその後から入った楽器なんですね。だからちょっと感慨深かったんですけれども。そうですか、はいはい、ありがとうございます。それと、はい、あと毎年エコールドクラブで秋の遊学文化祭というもの、催し物を行いますけれども、これは文部学校での演奏の様子ですね。はい、文部学校の祭所でいつも弾いていただいているんですけれども、この秋の遊学文化祭は着物が似合う街ということで松代をPR している部分もありまして、着物を着ていただきましょうというようなことでやっていますので、またその中でこのおことっていうのはひときわこういいですね。はい、建物自体がもう本当に、はい、ふさわしいことの音色とマッチしてるんじゃないかと思いまして、はいはい、ここであれですね、秋の遊学文化祭以外にもこうお客様にお聞かせすることも1年間で何回かありますね。はい、私どもはよく思うのは、皆さんのお宅にピアノとかギターとか、はいはい、西洋の楽器は結構あるんですけれど、はいはい、おことを触ったことも見たこともない方が多いんで、はい、これはぜひ体験していただきたいということで、何回か体験教室ね、させていただきました。そうですね、はい、はい、そうですね、いろんな活動をしていただいています。ではせっかくですから少しじっくりおことを聞いていただきましょうか。はい、子供の頃やっておりまして、はい、中学高校ぐらいからちょっとお稽古できなくて、はいはい、スポーツの方をね、やりまして、それから大学行きまして、その間ずっとブランクがあったんですけれど、はい、ご縁があってまたこちら長野へ帰られまして、今活躍していただいてます。いつもね、おもてなし活動には参加していただいてますね。はいはい、それではもう少し今度は体験のことをお話伺いたいと思いますけれども、はい、今年は結構体験のお話が多くて、先ほどの体験会をやったりというのもあるんですけれども、外国の方が体験したいというお話もありましたね。はい、そうですね、はい、とても大変だったと思うんですけれども、
体験の模様なんですけれど、はいはい、まあ、通訳の方がおられて、はい、内田先生がちょっとおことの説明をされて、はい、それからまあ聞いていただいた後、それぞれの皆さんに一人ずつついてやっていただいたわけですね、はいはい、最初ね、はい、あの外国の方っておっしゃられたので、はい、アジアの方かしら、はい、ヨーロッパ系かしら、はい、それによっても私たちちょっと違うかなと思ったんです。体型が違いますので、はいはい、あの指にはめる爪が大きい方はそれなりのものが用意しないといけないんで、はい、でもあの見えた方は、まあ、私たちとそれほど変わらない、はい、オーストラリアの方々でした ね、 あの、はい、楽譜も、ね、用意したんですよ、はい、あの私どもの楽譜はあの、はい、漢字の数字でできてますの で、はい、そうですね、これを分かっていただくのはちょっと大変かと思いまして、はいはい、五線譜ね、はい、普通の、はい、私たち学校で、はい、あの習うときに、見る楽譜ですね、はい、まあ、こちらに書き換えたものをね、はい、用意していただいてで教えていただくわけですよね、はいはい、まああの、はい、音楽私よく分かったのは、はい、言葉は通じなくても、はい、よく分かっていただいて、最後みんなで上手にできましたね。そうですね、喜んでいただけましたね、素晴らしかったですね、はい、まあ、とても喜んでいただいたと思いますね、はい、やっぱりあの外国の方にもあの弾いていただくためにこのようなことをご苦労があったりはするんですけれども、このように体験をしていただくっていうことについては内田さんとしては今後ももっともっと皆さんに体験していただきたいということでしょうか。はい、ぜひあのまず今日本の民族楽器であるお琴を知らない方が多いので、はい、あの最近はあの義務教育でも和楽器をやってますが、はい、ぜひ知っていただきたいなと思ってます、はいはい、そうですね、あの今後皆さんとどんな活動をというふうにお考えですか。そうですね、あの、まあ、基本には個人稽古が元なんですけれども、合奏ということですから、はい、みんなでやりまして、はい、あの文化財などで演奏することによって、はい、私たちの技術がね、はい、上がるってことを期待しているんですけれども、はいはい、あのまず皆さん方にお願いしたときにまず一番思うのは、あのちゃんとこのようにお着物を着てこられてということでも、はい、とても大変だなと思うんですけれども、はい、きちっとしたあのお着物で着いて、そしてお琴をと、であの確かそういえばあの、本当は畳で正座ということが多いですが、はい、外国の方なんかも見えるんで、はい、台が最近は用意されてるんですね、はい、理想台ですね、椅子と、はい、そうですね、まあ、そんなことでもいろいろ体験のためにご用意されていてということなんですけれども、あのアンサンブルザコトさん の、 あの今年ののを振り返ってみますと、確かあのおひな祭りの時に、はい、ね、あ、そうでした、オープニング、はい、あの北信濃のオープニングも今年真っ白でやりまして、はい、その時のひな祭り の、 あのオープニングの時にも演奏していただきましたし、はい、もう1年通して本当にお琴の音色をたくさん今年は聞かせていただいたなっていう思いがあります、はい、でこれからも本当に皆さんであのいろんなところでいろんな演奏を聞かせていただきたいっていうことと、それからあの本当に私なんかもあまりあの体験はことの経験はないんですけれども、これから私たちなんかもちょっとあの体験させていただけたらいいのかなっていうふうに今日お話伺って思いました、はい、あのコーラスなども入るのもありますので、はい、ぜひね、あのご一緒にできれば嬉しいと思います。わ、はい、かりました、それじゃあの皆さんにまだ何かメッセージ等ございましたら、あのとにかく日本人である以上日本の楽器まず、はい、あの知っていただいてということだと思います、はいはいはい、いかがでしたでしょうか。今日はお琴を聞き入れていただいてアンサンブルザ琴専科の活動の内容をあのお話しいただきました、これからお正月に向かいます。また お正月もあの何かありますか。あの演奏会とか、あの正月はあの、はい、特別な演奏会はありませんが、はい、もう4月からは目白押しに、あの、あ、はい、そうですか、コンサートあります。お引き染めみたいなそういうものっていうのは引き染めはないんですけれども。そうですか、はい、あ、ですか。でもあのお正月っていうとこうなんかおことがまた音色が、そうですね、は
はい、私どもまたどこかで計画ができればいいかななんていう思いもありますし、はいはい、また皆さん の活動を本当に私たち期待しておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来週のチャベクリマチロ、はい、あれお正月じゃない。そうです。お正月やる、やらなきゃ、やるやらなきゃいけないじゃないですか。やす、お正月もちゃんとやっちゃう。そう、パーソナリティは皆さん、いや、えあ、みんな出なきゃいけないかな。あ、私も出るんですか。当然じゃないですか。あ、そうで、あ、うん、じゃあ、そう、私と三田さんも出る。当然、当然。パーソナリティゲストはもうみんな、あ、マッシュルテレビ局全員、マッシュルテレビ局、うん、あともう、やさげか当日のね、都合のできる方、あ、都合のできる方、みんなほう忙しいからね。私、うん、1月2日何もないから、うん、い参ります、はい、三田さんもいらっしゃいますか。大丈夫だと思いますが、はい、それでは、都合のつく方ですね、はい、1月2日、はい、お正月、何、内容は、うん、こういうことです。ちょっと読んでいただき、新年の抱負を語る、はい、ああ、そうですか、松代テレビ局の新年の抱負を語る、どんな抱負になるか、どうなるか、ちょっと考えなきゃいけないですね。お父さんちょっとだけ、宮坂さんダメですね。え、ダメですか。水でいきましょう。あ、水で、はい、そうですか。それでは水でお父さんの気分で、そうです。話を落とそう、面白いです。日本マス面白いことな、話を落とそうなんて言ってますよ、うん、まあ、そんなんで私これお正月から負けましたね、うん、私のネタ捉えちゃったね。そうですか。あ、次の考えましょう、まあ、そうですね、はい、じゃあ、 二本松さんに負けないようにね、はい、頑張りますので、はい、それではお正月1月2日、はい、しゃべくり松郎、どうぞお楽しみに。楽しみ。松郎はあなたの街、しゃべくり松郎、また見てね。